ギアードモーターとスピードコントローラーをつなげたところ、いい感じの動力が作れました。今回はこのモーターを動力とした作品を作っていきたいと思います。今回は使いたい機構があります。これはボールが穴に入った時だけ回転を伝える機構です。ゼネバ歯車と似た形状で、ピンがボールに置き換わっているようなものです。この機構はボールの有無が動力伝達条件になるので、例えば機構に入るボールをランダムにすれば、ランダムに動力伝達ができるはずです。ゴタクはこれくらいにして早速作っていきましょう。作品のベースは幅17センチ、奥行き 8.5 センチです。これはダイソーで売っているクリアケースをセットできる大きさです。ボールを使ったランダム要素を作るため、部分的にマーブルマシンを設計しました。それで、作り出したランダムな動力伝達で何をするか、迷いましたが、今回は操り人形を動かすことにしました。ボールをランダムに4本のルートに分岐させ、手足に結んだ糸を引くことで人形がいろんなポーズをすることを企てました。というわけでこんな感じに設計しました。このデータを元に作っていきます。今回印刷した部品数は89でした。
からくりを動かすためによく使われるモーターと脱進機では、必要な機構が変わってきます。ゼンマイの時は速度を抑制するための脱進機や超速機構が必要でしたが、モーターでは詰まりが起きた時に負荷を与え続けないような安全装置が必要になります。今回で言えばボールが歯車に挟まってしまった時にぶっ壊れないようにする工夫です。その安全装置ですが、今回は歯車を使ったラチェット機構にバネをプラスして作ります。歯車を使ったラチェット機構というのはこういうやつです。このリンクにバネを設け、空転する回転方向に負荷のマージンを作ります。歯車を手で止めると安全装置が働きます。ボールの持ち上げ機構を組み立てます。今回は円盤型のやつでボールを持ち上げます。1枚では空間的に厳しかったので2枚にしました。いい感じです。よくあるレールをボールが転がらない不具合の原因ですが、これは 3D プリンターの積層によるものです。傾斜のついたレールは厳密には表面が階段になっているので、これは単純にヤスリがけをして解消します。ボールを使った動力伝達機構を組み立てます。原理モデルから改良し、縦型にして使います。この赤い部品が操り人形の糸を引く部品になります。いい感じです。
この機構を4つ用意します。特に意味はないのですがナンバリングします。4箇所にボールを分岐させる部分を作ります。やることはさらに4つの穴をつけるだけです。分岐のパーツは4本がパイプで2本は取り付け用の足です。人形を作ります。最後に糸の部分です。これで完成ですね。
というわけで完成しました。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。